花輪知恵のハローワールド。皆さんこんにちは、花輪知恵です。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日は10カ国目ジョージアのお話をしていきたいと思います。私が行った2013年はまだグルジアと呼ばれておりました。国会に面している、国で、トルコで乗り換えて、行ってきたんですけれども、これはバイオリンと津軽三味線のハナマスというユニットで、私と相方の夏美ちゃん、そして、ピアノと、パーカッションと、4人で演奏してきました。3都市回らせていただいたんですけど、まずトビリシというところで、トビリシ国立大学ですね、で講演をしました。そしてその次クタイシというところに車で移動して、オペラハウスでね、もうオケピとかがあるすごく綺麗な劇場で演奏させていただきました。そして最後3都市目バトゥミというね、バトゥミというのが港町でして、国会に面している、リゾート的な町でしたね。カジノとか、あとはなんだろうな、ホテルとかをたくさん建設して、いて、2013年の時点でもうすでに結構栄えていたんですけれども、まだまだこれからどんどん、開発建設していって、近隣のイスラム圏の、お客さんもたくさん誘致しようっていう、大きなプロジェクトを、行っていて、すごく栄えている町でした。印象的だったのはワインが安い、ね、ジョージアワインってすごく日本でも人気があるんですけれども、もうね、本当に種類がたくさんあって、その中ですごく甘いワインがあったんですよ。で、サングリアよりもちょっと甘いみたいなワインがあって、それはねすごく美味しくいただけました。はい、あとは酸っぱいヨーグルトのスープとかね、お料理がちょっとどちらかというと、ロシア料理とか、あとはトルコの料理とかの文化をに影響されているのかなっていう印象でしたね。はい、演奏も非常に盛り上がりまして、この時はまあ私たちのオリジナル曲とか、日本の民謡とかも演奏したんですけど、かの有名な、ハチャトリアンがですね、まあ、ジョージアゆかりがあるということで、ハチャトリアンの剣の舞という曲を演奏してきました。これね、私のこの CD ハローワールドにも収録されております。ピアノとパーカッションと三味線と、言ってですね、今日はね、三味線だけでちょっとだけ弾いてみたいなと思います。どうぞ。Thank you.
はい、抜粋でお届けしました剣の舞でした。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは、また次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。さようなら。元気でねー。